今、スポーツ庁長官で、室伏さんっていう人がいるんですけど、確かね、人間の、一般的な人間の背筋がね、確か150キロとかなんですよ。一般的な人間ね、成人男性。で、ゴリラが600キロとかなんですよ。で、室伏さんね、背筋がなんかね、400キロとからしいんですよ。ゴリラと人間にどっちが近いかっていうと、室伏さんゴリラの方が近いんですよ。っていうので、もうそもそものオリンピックとかって人間がやる競技じゃないですか。で、室伏さんどちらかというとゴリラに近いので、砲丸投げとかやると、それは金メダル取るわけですよ。だってゴリラに近いんだもん。っていう人もいるので、なのでそのオリンピックにゴリラ出しちゃダメでしょって思うんですけど、っていう感じで明らかにそのちょっと人類のスペックと違うよねっていう人がたまに出てくるんで、室伏面白い伝説は武井壮さんの動画とか見てください。はい。室伏さんのね、お父さんと武井さんが話をしてるんですけど、赤ちゃんって、1歳ぐらいで立った立たないってなるんですよ。1歳で立って歩くと、お、すごいね、早いねって言われるんですよ。で、その、室伏さんのお父さんが言ってたんですけど、なんかね、室伏氏、子供の方ね、半年ぐらいでね、懸垂してたらしいんですよ。赤ちゃんが。そもそも人類って手と足の筋肉で足の筋肉とか強いんですよ。なので足で立てるんだけど、手だけで自分の体重を支えることはできないんですよ。通常の人類はね。通常の人類は1年ぐらいでようやく歩けるぐらいの足の筋力がついて立ち上がれるようになりましたとか、早い子で歩けるようになりましたんだけど、室伏半年の時点で懸垂をするみたいな、それ明らかにも類人猿だよね、それ能力っていうので。類人猿とかってしがみつくっていう能力のが強いんですよ。チンパンジーとかの赤ちゃんって母親にずっとしがみついてるんで、握力と腕力強いんですよ。逆に脚力そんなに必要ないんですよね。ちっちゃいうちはずっとしがみついてるから。なので懸垂ができるとか腕力が高いって、それ人間の生育じゃないんですよ。明らかにゴリラ系の生育なんで。なのでやっぱりまあちょっと人間じゃない DNA 混ざってんのかなっていう、本当失礼なこと言ったんですいません。室伏っていう生き物がいるんですけど、最近スポーツ長官になったんですけど、室伏が子供の頃に1歳で懸垂してたらしいんですよね。一般の日本人は1歳だと歩けるとかですけど、室伏は1歳の時点で懸垂をして自分の体重を腕の筋肉だけで支えてたっていう、そういう生き物がいるんですよ。なので本当にその人種とか DNA とかに比べると、個人の努力とかってもう比較してもどうしようもないっていうのがわかるので、比較対象というのがたまたま似通ってる民族が一緒にいると比較しますけど、室伏みたいな生き物を見ると、あ、これは人間よりどちらかというとゴリラ側の生き物だなってわかるんですよ。人間の握力が確かなんか80とか90とかで、でゴリラが300キロとかなんですけど、で室伏がね確かね180とか200いくつか、なんかね人間よりもゴリラの方が近いんですよ、室伏の握力は。あれ違う、背筋か、背筋力。なのでゴリラ、人間、室伏に行くと、室伏はゴリラ側だったりするので、そういう感じで人間として比較するよりゴリラの方が近いみたいな生き物もいたりするので、比較対象を変えるといいんじゃないかなと思います。結局そのスポーツ選手って、まあ、ある程度やっぱ DNA によっちゃうんですよね。アジア人の DNA がいくら頑張ったとしても、アフリカ系だったりにはかなわないよねみたいなのがあったりするんですけど、なのでフランスがワールドカップで強かった時もエンバペさんっていうフォワードの人が大活躍したんですけど、やっぱりアフリカ系の人なんですよね。なので肉体の身体的能力っていくと 100m 走とかでもやっぱりジャマイカだったりとかアフリカ系の人っていうのがうまくいったりとか、マラソンでもっていうのがあるので、アジア人でそこまでいったっていうのであれば、頭がめちゃめちゃいいし、そこの身体的能力をカバーする頭脳で何とかしたっていう部分なので、で頭脳で何とかする部分というのは他の人にも伝達可能なんですよ。室伏さんね、今スポーツ庁長官なんですけど、室伏さんってぶっちゃけあんまり、ちょっと失礼な言い方なのかもしれないですけど、室伏さんが活躍することって日本社会にとって別にそんなにいいことじゃないんですよ。だってあの人 DNA 的に強すぎるだけなんだもん。そんなに能力値のない人がテクニックでこんな結果を出しましたってなると、後輩はそれを学べるんですよ。でもその室伏さんの背筋力って人間よりはゴリラの方が近いんですよ。なのでじゃあどうやってこの鉄球をいっぱい飛ばせるでしょう、じゃあゴリラみたいな筋力がついたらいいよねっていう、全く真似できないじゃないですか。いや俺らゴリラになれねえしっていう、だからそういう意味で DNA 的にめっちゃ強いですっていう人は後世に残せる人類に対する貢献はほぼないんですよ。
武井壮さんみたいにあんまり大きくない人がこうやったらすごく筋肉を有効に利用することで結果としてめちゃめちゃ鉄球投げれるよって言われると、それは他の人も真似することで距離が伸びたりっていうのがあるので、なので41歳の人がアジア人でめっちゃ頑張りましたっていうので世界的な賞を取るんだったら、それは意味があるんじゃないかなと思います。なので室伏さんが賞を取りましたって言っても、まあ、あの人はそうだよねっていう、なんかそうだよねっていう感じになると思います。武井壮さんでも勝てないという最強の人間、室伏広治、ひろゆきさんなら誰と誰を掛け合わせで過去結婚させて次の室伏広治を作るか妄想してください。過去室伏家の遺伝子は使わずお願いします。室伏広治の DNA は人間よりマウンテンゴリラに近いって話を前にしたことがあると思うので、多分人間を組み合わせたとしても室伏広治に対抗するのはかなり難しいと思うんですよね。なのでもし勝てるとしたら遠距離戦なんで、大谷翔平かダルビッシュ有じゃないですかね。すげえ遠くから石投げて、で走って逃げれるっていう。室伏広治より足が遅いと多分殺されるんですよ。石一発ぐらいじゃ室伏広治は死なないので、そうすると石投げた後に室伏広治がバーってきて、こう首とかねじ切られて終わるので、室伏広治より足が速く、でそれなりにきちんとコントロールがよく石が投げれるっていう状態になると、多分野球選手だと思うんですよね。やり投げの選手とかって足そんなに速くないんですよ。大谷さんとか全然走れるし、ダルビッシュさんとか走れるので、なので野球選手系の DNA でなんとかする方向じゃないかなと思います。でボルトとか足は速いんですけど、多分ね球ちゃんと投げれないんですよ。である程度ちゃんと弱点を狙わないと、室伏広治石当たったぐらいじゃ死なないんですよ。目だったりとか頭だったりとか膝だったりとか、本当にダメージが当たるところに的確に石を当てないとダメージ蓄積しないですよね。で蓄積したダメージの結果、ちょっとずつ室伏広治が動けなくなって近づかずに最後まで石投げて殺すっていうのができるぐらいの、そのすいません工事やってます、上の階が、すいませんガリガリ言ってるの、うち の, 上の部屋工事してます。うちのアパートどこかの家が必ず工事してるんですよね。ほんとすいません。もしも前世紀の室伏広治さんが総合格闘技を始めていたら、とんでもないところまで行ってましたか。多分ワンパンで人が死ぬとか、多分そういう状態になったと思うんですよね。室伏広治さんっていうハンマー投げで有名な人がいて、今スポーツ庁長官なんですけど、人類って通常だいたい1歳ぐらいになるとようやくこう立ち上がれて、ちょっと早い子だと1歳ぐらいから歩けるっていうんですけど、室伏広治さんがなんか半年ぐらいで懸垂してたらしいんですよね。人類って基本的には足の力の方が強くて、手の力ってそんなに強くないんですよ。なので足の力が強くなって、ようやくそれで体を支えられるっていうのがこう1年後なんですけど、胸の力だけで体を持ち上げることができるっていうのを室伏広治さんできたらしいんですよね。 DNA 的には多分人間とかよりはゴリラとかオランウータンとか、多分そっち側の DNA の方が強いと思うので、お父さんもなんかの競技でメダルもらったりしてますよねっていうのがあるので、基本的には室伏広治さんっていう名前で人間のような見た目なんですけど、あの人は人間という枠で解釈しない方がいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。